近未来、世界は謎の生命体、ヒュージの出現で、破滅の危機に瀕していた。全世界が対ヒュージのために団結し、科学と魔法の力を結集して作り上げた決戦兵器、チャームを用いて、リリーと呼ばれる少女たちは、世界のために戦い続けている。チャームは10代の女性と共鳴しやすいことから、世界各地にはリリー養成機関であるガーデンが設立され、ヒュージに抗い人々を守る拠点となっていた。これはそんなガーデンで儚くも美しく戦うリリーの物語。